ノースカロライナ州の軍配置図ノースカロライナ州の軍一覧はアメリカ合衆国ノースカロライナ州の軍の一覧である。ノースカロライナ州内には100の軍がある。ノースカロライナ州は面積で50州のうち第29位だが軍の数では第7位である。1660年にイングランド国王チャールズ2世が 大いに復帰した後の1663年3月24日、福井に貢献した8人の人物に報酬を与えた。チャールズ2世は、この植民地領主と呼ばれた8人にカロライナと呼ぶ植民地を与えた。その植民地は父であるチャールズ1世の栄誉を称えて命名していた。カロライナ植民地は1663年から1729年まで。 イギリスの北アメリカ植民地だった。1729年頃、この植民地が、ノースカロライナ植民地とサウスカロライナ植民地に分割された。ノースカロライナ州の軍は、今から340年以上前の1668年に、アルベマール軍を創設したのが始まりとなり、1911年に、アベリー軍とホーク軍を設立したのが最新である。 設立後に5つの軍が分割、または廃止され、軍名が消えた。最後のものは1791年に分割されたドブス軍だった。次の一覧はアルファベット順である。ありがとうございます。